1822年から1839年の間に作られたリチャード・テンプル・グレンの紋章。ストーハウスのゴシック図書館で展示され、家計のクォーターリングが719も含まれている。リチャード・ジェームズ・レーンによる肖像が1825年から1850年の間の作品。リチャード・プランタジネット・テンプル・ニュージェント・ブリチス・シャンドス・グレンビルはイギリスの貴族。 政治家、トーリー党に所属して、1841年から1842年まで王子少将を務めた。生誕から1813年まで、コバムシシャクを1813年から1822年まで、テンプル伯爵を1822年から1839年まで、シャンドス公爵を儀礼称号として使用した。 公爵として高い社会地位を有したが、離婚に議会立法を必要とする時代に、それを果たしたことと、生誕時点で、かなり裕福だったにもかかわらず1847年に100万ポンド以上の債務を抱えて、破産を宣言したことで知られた。テンプル伯爵、リチャード・ニュージェント・テンプル・グレンビルとアンブリッジスの息子として、バッキンガムシャーノストーで生まれた。アンは、 バッキンガムシャンド公爵夫人のほか、法令上は、キンロス女教でもあった。1799年、リチャード・ニュージェント・テンプル・グレンビルはすでに、三重星にもかかわらず、国王の許可を受けて、妻の家系を生に追加して、テンプル・ニュージェント・ブリジス・シャンドス・グレンビルとした。父方の祖父は、初代バッキンガム公爵で、祖,祖父は、イギリス首相、ジョージ・グレンビルだった。 1808年にイートン・カレッジに入学。1815年には、オックスフォード大学、オリオル・カレッジに入学した。1818 18年から1839年まで、バッキンガムシャー選挙区選出の庶民委員議員を務めた、あと、父から公爵位を継承して、貴族院に移籍した。1841年9月、サーロバート・ピールによって、 数密顧問官と王子証書に任命されたが、1842年2月に辞任した。1835年にロイヤルゲルフ勲章グランド、クロスを授与され、1840年にロンドン高校協会フェローに選出され、1842年にガーター勲章を授与された。1819年、第4代ブレッダルベーン伯爵ジョン・キャンベル中将の 娘メアリーと結婚した。二人は息子リチャードと娘アンナを設けたが、バッキンガムシャンド公爵が財産を使い果たしたため二人は1850年に離婚した。娘アンナは後に女性の権利運動に加わった。当時のイギリスでは離婚に議会立法を必要とした。1847年。 バッキンガムシャンド公爵は100万ポンド以上の債務を抱えて破産を宣言した。彼は資金を調達するために1841年にサマセットのキーンシャムの領地を1847年にアビントンパークを売却した後、1848年8月から9月にかけてついに本領であるストーハウスを競売にかけ、19世紀におけるイギリスのカントリーハウス競売では、 最大規模のものとなった。1861年7月、パディントンのグレートウェスタンホテルにて死去、息子リチャードが公爵位を継承した。元妻メアリーは、その1年後に当たる1862年6月に死去した。ありがとうございます。